大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。11月5日日曜日、午後6時を回りました。まさに今ですね、この日曜の18時に、ジャパンモビリティショーが、閉幕したところだと思うんですけれども、いやーね、外から見ててもすごく盛り上がってるんだなっていうのを感じるね、ニュースとか、ツイッターとかね、X とかの投稿がございましたけれども、まあ印象に残るコメントでこういうのがございました。ジャパンモビリティショー、ちっとも面白くない、混んでて何も見えない。これはもう、この言葉に尽きるのかな。すごく混んでたんでしょうね。でも行けた方はすごく羨ましいです。今日ニュース盛りだくさんなのでね、早速参ります。この1週間の自動車ニュース、フラッシュ。まずはじめに10月の29日の日曜日ですね、この日、F1 メキシコグランプリ決勝がございました。3番手から出ましたレッドブルのマックス・フェルスタッペンが自身のシーズン最高勝利記録を更新する今季16勝目を挙げました。でこちらで通算が51勝目になりまして、なんと歴代4位のアラン・プロスト、ここへ来てプロストの名前出てきました、プロストに並びましたということで、いやこれね、タッペンまだ若いからさ、これ確実に超えてくるなっていうところで、まあ、すごい記録をね樹立したと思います。でこの日は18番手スタートからした、アルファタオルの角田は12位でございました。で続きまして、10月30日の月曜日です、トヨタ自動車49月のね、販売生産輸出実績ですね、レクサス含むを発表しております。世界販売台数、まず販売の台数ね、世界販売台数は前年同期比で 9% 増の、517万、2387台で、この半期、実績としましては過去最高で、2年ぶりに前年を超えています。さらには世界生産におきましても 13% 増の505万8248台ということで、まあ、生産も販売も過去最高ということで、この世界生産の方は500万台を超えると、この半期で500万台を超えるのは今回が初めてということで、こちらはねもうえげつない記録をね樹立しましたけども、で今回だとその何て言うかな、一応この年間、今半期が今4月から年度って始まるから4級で半分終わりましたと、半分で500万台超えてますよと。でじゃあ年間どうなるのっていう記録、計画の方は24年の3月ね、3月の時点で世界生産の見通しは1010万台ってことで、一応据え置いたままなんだけども、まあまあ市場の見立てとか、まあいろんな人のアナリストとかの見方だと、まあ1010万台は余裕で超えてくるんだろうなっていう今位置づけにおります。だからよっぽど何かそのね、世界情勢の変化とかがない限りは、まだまだ明確にはね、幹部の方々は明確に示すのは難しいけどもっていう前置きを置いてるけど、1010万台は超えてくるんだろうねっていうところで、今トヨタの株価もね、すごくね、好調ですし、ね、どうですかお客さんっていうところでね、まあトヨタ自動車ね、あっぱれでございます。ただね、トヨタのあっぱれさはこんなもんじゃございませんね。今週ね、もっとでかいニュースがやってきます。で続きまして、ヒョンデですね、ヒョンデ自動車の、日本で新型のね、EV コナっていうのね、こちらを発売するってことを発表しております。でこの日本で販売するこのコナが出てくると、今までだとアイオニック5に続きましてので2代目、2車種目の、EV 仕様になりまして、でこれ日本仕様なんだね。だからコナっていう車が、まあ、他の国では売られないのかな。日本仕様っていうのはなんか、まあ日本向けのね、日本向け仕様なので、まあいろんなところが日本のこうね、かゆいところに手が届くような仕様になってるのかなと思いますけども、まあお値段がね399万3000円ということで、かなりねお安い、お求めやすいところからのスタートになってまして、写真がこのようになっております。コナでございます。ヒョンデというところで、まあヒョンデのこのね、日本の、ヒョンデモビリティジャパンの方の、社長さんのコメントですけども、まあ、日本社会で受け入れられるためには、オンライン販売による利便性だけじゃなくて、アフターサービスなど、ヒョンデならではのね、人によるおもてなしが重要なんだってことを、述べておりましたけども、まあ、正直オンライン販売は日本では車においては、今まさにね、必要とされてはいないでしょう。でだから、やっぱり、ちゃんとディーラーがあって、ね、おもてなしとか接客ができて、なんかあったらそこにね、車持ってったら直してもらえてっていう、そういう安心感がないと日本ではと思うのでね、まあまさにこの方がね、この社長さんがおっしゃってる通りだけども、ね、オンライン販売は別にいいよ、
とにかく店舗いっぱい作ってさ、ある程度ね主要な都市には札幌にはないからさ、あんのかな、ちょっと分かんないけどなかったと思うな。だからね、ちゃんとそういうところで受け入れるところがないと日本では難しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。横浜なんかにね、こうおしゃれな店をね何店舗かオープンしても、そんなの日本人にとってね、何人の人が横浜に住んでんだっていう話になりますからね、そういうことでございます。で続きまして、車用バネの、ね、手掛ける中央発条ですけども、事故がございましたよね。で2020年3月期の通期連結業績予想を未定にするってことを発表しております。そのね、藤岡工場の事故がございまして、もう、ね、今後その3月期、どれぐらい業績が良くなるのか悪くなるのかわからないということで、合理的に見積もることがもう困難ということで、今回ね業績予想は未定にしております。これ結構なかなか珍しいことだけども、まあ、事故の原因が今回分かりまして、設備内のフィルターが目詰まりしていたため熱の調整がうまくできなくてガスに引火してしまって設備が爆発したということなんだけども、なかなかその大変な事故でね、車 そのトヨタの、ね、工場も結局9日間ぐらい、全部フル稼働するには9日間ぐらいかかってしまったので、なかなか大変だったと思うので、まあ、業績予想未定ですけども、大体のね、結構その中国側で作るんだってとか、大体バネ、ね、作るところを手配とかしたので、そんなに大きく下方にはならないのかなと思いますし、トントンぐらいには持ってこれるのかなって勝手に僕はちょっと楽観視してますけども、まあ、中央発条としては未定ということでございました。であとは、ビッグモーター、またここ来ましたね。このビッグモーターが運営しますウェブサイトに第三者が不正アクセスしまして、個人情報が漏洩した可能性があるということを発表しております。ビッグモーター、さらにはここへ来て個人情報の漏洩ということでもやりたい放題ですね。ということで今回はまあそのお客様の個人情報というよりは、フォーム、まあ、お客様の個人情報なんだけども、インターネットの問い合わせフォームから、買取とか在庫に関する質問とかそういった意見なんかの、そっち側の方が、個人情報が漏れてしまったそうで、実際にその店舗にね、見積もりとか買取とかで行った方の情報とは分かれてこう管理されてたみたいだよ。建前上はね、その中しなか知らないけど、とにかくフォームから、なんか個人情報を入れた方々の、情報が漏れた可能性があるということでね、こういったことでございました。ビッグモーターとしてはもうね、ここへ来てもね、車だけじゃなくね、街路樹も枯らすし、さらには個人情報も漏らすってことで、もうね、大体やるじゃない、悪いこう企業のコンプラとかでさ叩かれる悪事は全部やったんじゃない。本当にさ、まあ、あとねやってないのはもうねあれぐらいかなって思いますけど、さすがにあれはやってないんだと思うけどね、まあ、まあこういったことでね、ビッグモーターとしてはやりたい放題祭りでございます。続きまして、31日の火曜日だね、デンソーが決算発表しておりますということで、2024年の3月期ですね、これからの期なんだけども、そこの連結純利益が、前期比 49% 増の、4700億円になりそうということで、こちら発表がございました。で純利益の見直しがね、今期2回目なんですけども、まあ、もう2回目の情報修正、もう上に上に修正してってのね、これね、6年ぶりに最高益なんじゃないかっていう従来予想からさらに260億円上振れしてる、上積みしてるので、もうね、デンソーはすごいね。まあ、大体この10月の終わりまででちょうどトヨタ系の、大手7社ぐらいの決算出揃ったんですけども、まあまあどこもかしくもすごく良かったわ。しかもデンソーとしましては、為替レートですね、140円50銭まで引き上げまして、円安方向に引き上げたので、従来予想よりも9円で円安にしてるので、まあ、そちらの影響もあったとは思いますけども、何にせよ、情報修正2回目、非常に強い決算で内容でございました。で続きまして、この日ビッグモーターですね、またまた出てきました、9店舗閉鎖しております。この日時点で閉鎖したのが、松山市の平井店、あとは石川県河北市のやつと、奈良県天理市、高松市、埼玉県が2店舗、東京が1店舗、青梅店ね、あとは大阪府茨城市、あとは佐世保、九州、長崎ね、佐世保店ということで、まあ、閉店して、まあ、閉店しちゃったんだけども、まあ、お客様とかそういうアフターケアは近隣の店舗で拾うっていうことなんだけども、まあ、客離れも、ね、広まってるし、経営も悪化してるってことで、8月にも、ね、4店舗閉鎖してますので、まあ、どん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 ね、不採算といいますか、やばいところはどん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 店舗閉鎖していくのかなっていうところでございます。あとは、アメリカですね、これ現地時間30日のニュースだったんですけども、日本に入ってきたのが、ね、この日だったので、アメリカの、ね、注目の、ね、バイデン大統領も参加しましたね。自動車労組のストですけども、こちらようやく GM も暫定合意に達しまして、ビッグ3、フォード、GM、ステランティス、こちら全部、ね、暫定合意に達しましたということで、
一応これで協議がまとまりましたということで、まあ GM もね、この今度の労働契約のね4年間執行するまで約4年半 25% の賃上げをするそうです、ね、会社として 25%、 皆様の給料が 25% 上がるって言ったら相当喜ぶと思うんですよ。相当すごいね、会社がもうまあ決断というか、もう決断するしかなかったんだろうね。もうだってずっと工場止めちゃってさ、ね、3000億円4000億円っていう金額をどんどんもうロスしちゃってるからっていうところで、だけど 25% もさ、ね、会社が給料増やしてさ、人件費増やしたらさ、その会社自体の、ね、存続というかさ、 EV もできなくなっちゃうしっていうところで、なかなかそれが従業員にとっても嬉しいことなのかなっていう、こうちょっとなんかさ、従業員は、ね、必死だからわーって言ったけどさ、ね、会社が、ね、てめえの会社が潰れてしまったらもうどうしようもねえじゃないかって思うんだけどね。ちょっとそこはまあうまくバランスなんだろうけど、ちょっとまあ会社側にとってかなりきつい今回のストでございましたね。痛手がかなり大きかったですね。あとはトヨタ自動車、アメリカのノースカロライナ州で、建設中の電池工場ですね、こちらに追加で、約、ね、日本円で 1.2 兆円、こちら追加投資するってことを発表しております。追加額としてはかなり大きいですね。で累積だと139億ドルぐらいになるので、まあ、自前の工場でね、電池も作ってということで、北米で必要な電池全部北米で、これから EV だということで北米生産するからっていうところで、だからもうさ、日本にいると全く分かんないけども、もう電池を作んなきゃ足んなくなるんだと、車の台数に対して、ね、電池の供給量が全然下なんだってことで、こんなに 1.2 兆円もねぶち込んで工場を作るなんて、日本ではこんな華々しいニュースないですね。だからそういったことにもね、自動車の、ね、大手のところはこういうところに取り組んでるんだということで、これはちょっと日本の島国の中だけだったらちょっと感じれないね、全然体感できないけど、アメリカではこういうことが起きております。で続きまして11月1日の水曜日です。レギュラーガソリンですね、資源エネルギー庁レギュラーガソリンの店頭価格全国平均、10月30日時点を発表しております。前週比横ばいの、リッター当たり 173.4 円でございました。今まで、ね、値下がりが続いてたんですけども、8週ぶりに値下がりがストップしましたということで、まあ、あの政府が目標としていました175円を下回ったので、まあ、ここで1回ここでもうブレーキだろうね、もうこれ以上下がらないと、もう175円で目標価格を、ね、あの達してしまったので、もし原油がすげえ安くなったと、中東の、何こう情勢も良くなって原油もめちゃくちゃ安くなったって言ったらガソリン価格がえらい安くなる可能性もあるけども、現段階においてそういう感じじゃないので、まあ今ぐらいでも下げ止まりなのかなというふうに思います。ただこっから先ね、本当に中東の情勢が悪くなり円安もさらに進んで、もう原油価格がすげえ爆騰するってなっても175円だったら今ぐらいでは入れれるところで、政府は補助金を入れるっていうのを4月までね、4月まで延長するって言ってるので、大体あの皆さんよかったですね、この金額で入れれますよ、今ぐらいの平均価格、今ぐらいの平均価格ぐらいでガソリンは入れれますので、ああよかったよかった。なんだけどもだ、ここから原油が爆騰したら政府は補助金入れてくれるよ、だけど補助金の額がどん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 でっかくなってって財政は圧迫されますね。結局誰が損をするんでしょうっていうところを考えると、僕はリッター200円を推奨しているので、いやただね、今ガソリン安いからさ、安いといいなと思うけど、僕はリッター200円でいいんじゃないかなってね、一人ね、ここの戦いですね、リッター200円派をね、押し切りたいなと。それはなんでかっていうと、結局は僕らが損をするからね、これだってこれものすごく損をしてるからね、財政圧迫してますからということでございます。で続きまして、来ましたね、大所トヨタ自動車決算発表。いやーこれね、まあトヨタはこの日ね、またバチューの1時25分だったかなに発表してくるんだけども、まあ他のケースはね、トヨタのさ関連会社のね7社がもうすごく良かったから、当然トヨタもいいんでしょと、そんなの分かってるよ、いいに決まってるんだって、それはねみんな思ってた、もう 100% 思ってたんだけども、今回出てきました24年の3月期の連結純利益ですけども、前期比、61% 増の3兆9500億円になりそうだということを発表しました。これだけ聞くとなんかとにかくすごいけども、どんだけすごいかっていうと、従来予想2兆5800億円だったわけね、2.6 兆円だったので、うまくいったら3兆円いくかな、どうかななんて言ってたのか、それが出て蓋開けたらさ4兆円でいきそうだっていうかさ、マジかとね、トヨタぐらいの規模で何 1.3 兆円とか、この増加幅は何なのみたいな、これはねもう痺れるね、1兆3700億円の情報修正でございます。トヨタ自動車ぐらいのあんな大きな超大きな規模で
これはちょっとどうなってんだと、どうせ為替の、ね、影響なんでしょうって。そうなの、為替の影響もあるわけ。為替は、今回で結構攻めたね、円安に、お金あの想定と変えたんだね。125円から141円ということで16円も円安に、ね、見直してるわけ。ほらほらね、為替の影響なんでしょう。だからこんなの実質ね、上がってねえに決まる、上がってねえのと同等だっていうのは、まだそれね、まだまだ甘い。そうじゃなくて、もちろん為替の影響もあるんだけども、せいぜいそれ前期比で3000億円ぐらいしか変わってないので、要は稼ぐ力の方が圧倒的に強いわけ。稼ぐ力、収益力がもう1兆円ぐらいその上にいってるので、いやこれはねすごい影響なわけで、本当にね、火の打ちどころがない、一言さすがとしか言いようがございませんね。これはねもうね、なんだってことでちょっとよくわかんないんで、もうコメントもしづらいんだけども、もういいなんてもんじゃないね、べらぼうにいいということでレベル違いでございました。で、まあ今回だとその、為替レート141円までしましたけども、まあ今回金曜日にね、雇用統計があって148円台までちょっとね円高の方に触れたので、まあ実質バッファーが7円ぐらいしかなくて、でまあ7円のバッファーもあれば十分かなと思うけども、結構そのねガタンっていくとこって7、8円動くからさ、あのね日銀の介入とか今後ちょっと今ねいろいろこうね不穏な動きをしてますのでね、だからそこで、いや結構トヨタとしてはずいぶん円安に降ってきたなっていうのはちょっと私はびっくりをしておりますと。であとは世界生産台数が1010万円というのはやっぱ引き続き据え置きでございますよということで、で、まあ、この4兆円近いこの純利益ですけども、こちらソフトバンクグループが過去に4兆9000億円だっけな、それぐらい、のことをやってるので、ソフトバンクは5億円近くで1回純利益やってるので、で、まあ、あれ関連する株式とか上がったからなんだけど、まあ、それに次ぐ、ね、2番目のスコアになりそうだということで、まあ、こちらは、ね、トヨタとしてはすごいだと思います。で唯一だ、まあ、本当にすごくてすごいんだけども、唯一、まあ、その何文句を挙げるとすれば、バッテリー EV ですね、 BEV の販売計画が下方修正されてるっていう、それぐらいじゃないですか。今回ちょっとね、まあ、今後トヨタとしましてはその BEV の方で、この課題にね着手していくんだろうけども、まあ思ったよりも BEV が伸びてない下方修正っていうところだけども、まあ今ね一番売れ筋のハイブリッドとかね、まあレクサスにアルファードね、アルファードの高額な商品の車がこう売れてるというところでね、比較的安い車よりも高い車の方が利益がね取りやすいのでね、そういうレクサス、アルファードとかね、そういう高い車がね売れてくれるといいんですよということで、非常にね波に乗ってるトヨタの決算でございました。非常にね、ビビる、鼻水が出ますね、強すぎてというふうに思いました。であとは、日本車4社、10月のアメリカの新車販売台数を発表しております。トヨタとかね、日本車4社ですけども、11% 増の38万1000台でしたということで、前年同月と比べまして 11% 増えました。アメリカはね金利も高くなってるんで、ね、ローンも組みづらいのにかかわらず新車が売れてるということで、なんかすごい、これどっかで巻き戻しが起きないのかな。だって金利だってね一時期 5% とか超えてたので、でかなりローン金利も高いはずなんだけども、まあ、よく売れるなということで、ただ内訳がちょっと面白くてね、トヨタが 5% 増、前年の受け継ぎで、ホンダが 33% 増、ホンダすごいね、あとスバル 11% 増、おお、すごいすごい、マツダ 7% 減ということで、マツダは結構北米にね、スバルの次に北米に依存してるのかなっていうところがありますので、ちょっとマツダには頑張ってほしいなっていう感じがしますね。ただアメリカは本当に需要が高い、車が欲しい人が多いということでございます。あとは次はガリバーがございましてね、保険金の不正請求3件見つかりましたということで、こちらは8月の、ね、下旬に不正請求はございませんでしたってね、あれだけ強く言ったのにもかかわらず、東京海上日動火災保険から、まあ、再調査の依頼があったんだね。そしたら、まあ、イドムが調べたところ、3件というか740円、4450円、4万1535円というね、こう相違、間違ってた、ね、請求してしまった金額が、3件ございましたって、ちょっとなんか、本当なのっていうね、他社さんがね、あんなにボロボロだったのに、ガリバーだけそういうことちゃんとできてたんだっていうのは、なかなかね、にわかには信じられないですよね。まあ、よっぽどガリバーが公正で、他社とは全く違うビジネスモデルを描いてっていうことだったらあれだけどね、ガリバーもさ、別にビッグモーターとね、ネクステージとかと何かが違ったのっていうところ、あまり違うところも見受けられないんだけどもね、まあ今のところ不正請求3件だって、対してすごいクリーンな会社ですねっていうね、ちょっと皮肉たっぷり言うとね、まあ怒られちゃいますから、この辺で終わりたいと思います。
って木曜日でございます、日鉄ですね、久しぶりに出てきました、2年ぶり、トヨタ、三井物産への訴訟請求を放棄ということで、まあ、これで、裁判終了ということで、ね、発表しておりますということで、これ2021年10月14日にこの、ね、ハイブリッドしたこと電磁交番ですか、そちらにおきまして、まあ、日鉄が持っている特許を侵害しているということで、まあ、トヨタと、あとは中国の、ね、宝山鋼鉄と、あとはその、まあ、日本円持ってくるこの、ね、証券、なんていうか、物産会社、三井物産も関係したということで、両方訴えてたんだけども、こちらね、請求をね、放棄という形でございました。これどうしたのっていうと、まあ、2年経ってね、まあ、平たく言うと事業環境が変化したんだね。今こんなところでね、日本の国内でごちゃごちゃやってね、その、なんていうかな、パートナーシップを、ね、集まってみんなでこうカーボンニュートラルとかってやっていかなきゃいけないときに、ここで揉めていることはやっぱ両者にとって良くないということで、日本製鉄としましては、和解だと数年かかる場合もあるので、まあ、対立より早く終わらせて協力するのが望ましいんだということで、日鉄側としましては訴訟請求を放棄ですけども、まあ、これとても綺麗にまとまっていると、ここから先は僕の考えというか、いろいろ見聞きした情報も総合しての思いなんだけども、まあ、日鉄としてはやっぱ勝つ見込みがなかったんだろうね。もうやべえと。トヨタが不正してるとか、このトヨタに対してのこの、なんか立証することが非常に困難だと。やべえ、ここらでも手引くしかねえと。で、しかも状況も変わってきたと。ね、2年前はもっとね、こう、部品会社とかね、こう、材料メーカーが、うわぁ、いけぜ俺やーってだったんだけど、ちょっとね、情勢も悪かってしまったと。みんなでなんかカーボンニュートラルだとね、もうね、車は EV だってことで、わーってなったから、ちょっとなんか俺たち劣勢だな、みたいな、ここらで、まあ、こんなところでね、うちわというかね、自動車業界の中で揉めてるよりも、みんなで仲良くやっていかなきゃ、これ俺たちのね、業界もやべえぞ、みたいな風になってしまったので、まあ、ここらで手を引いたっていうことでね、いいんじゃないでしょうか。これにつきまして、トヨタとしましては、まあ、業界を超えて、未来に向けた取り組みを進めるということで、進んでいくんだということでコメントしておりますし、三井物産としましても、今後も良き事業パートナーでありたいということでね、非常に絵に描いたような、なんかね、綺麗なまとめ方でしたけども、まあ、そういったことで、これ、トヨタの、グローバルニュースルームにもね、正式にね、裁判終了ということで、載ってましたけども、まあ、良かったよね、ということで、ただ、日鉄としましては、宝山鋼鉄ですね、中国の宝山に対しては、訴訟を取り下げないということで、ね、そっちは戦う見込みのようでございます。で次、トヨタ、新型クラウンセダンを受注開始ということが発表されました。で、この日から受注開始がされて、11月の13日の発売を予定していますということで、写真がこうなっております。まあ、今更見るまでもなくね、写真はもう皆さんご存知ですよねということで、今回はね、まずは2グレード、2グレードからデビューで、FCEV、Z の FCEV と、Z の、HEV、ハイブリッドの2車種で、構成でいきますということで、トヨタとしましては、ミラーに続く2車種目ですね、FCEV はね、FCEV かですね、ですね。で、FCEV の方が830万円、で、ハイブリッドの方が730万円からということで、まあ、ほぼほぼもう、Z だからね、一番、最近トヨタはあれだね、こう、本当に Z が最上級なグレードってことでね、まあ、クラウンもそうなってるし、まあ、ハリアーは前からそうだしね、ノアボクシーもそうだし、アルファードも、アルベルもそうだしってことで、まあ、Z グレードがいいと。ただ、クラウンって言ったら G でしょ、だよね。ロイヤルサルーン G じゃねえのってことで、やっぱ G が一番いいグレードに見えちゃうけど、もうこれから Z ですと。まあ、それはいいとしまして、で、この Z グレードが一番いいからね、もうね、オプションもほとんどいらない。もう何もないよ、全部ついてるよ、もう。ついてないって言ったら、もう、パノラマルーフと、あとデジタルキーぐらいだから、パノラマルーフってもう今あれだね、開かないタイプの、内側でシェードだけが自動でオープンしてくれてとか、まあ、でもそれでいいよね。これまでのサンルーフってさ、リアとかさ、まあ開けるとさ、自動でウィーンって開いてくれるんだけど、シェードは閉まんないのね。だから一回シェードも一緒に持ってかれてさ、シェード開いちゃってさ、で、あとはサンルーフ閉めたらさ、シェードは置いてきぼりになるわけさ。で、あれがなんともさ、後ろのね、戻ってこう、シェードだけ手で締めるみたいなことでしたけど、ね、新しいアルベルもそうじゃないし、あとはクラウンスポーツもそうじゃないし、内側だけしか、シェードだけしか自動でできないし、で、今回の、クラウンのセダンも、パノラマルーフ開きません、シェードだけでございますことで、僕はそれでね、いいんじゃないかなというふうに思います。かなり、その代わり、かなり大きく窓の面積取れるので、室内が明るくなるね、わーっと明るくなるので、あれはちょっと感動だよね。このスイッチで自動でできるってね、っていうふうに思います。なので、シェードタイプでよかったなっていうふうに思います。ただ、クロスオーバー、クラウンクロスオーバーに関しましては、あれは普通にね、オープンもできるし、チルトもできるっていうね、ああいうタイプですけども、まあ、ここらで、トヨタがね、セダンが出てきました。残すはエステートでございます、ということです。
で、あとはトヨタ自動車、燃料ポンプに不具合があるということで、ノアとかの22車種ですね、リコール32万8108台をリコールしておりますということで、これ新たなリコールですね。燃料ポンプ、これ電装の燃料ポンプですね。前もそのトヨタとかダイハツのね、車で、燃料ポンプ不具合がもうすでに出てますけども、それに追加する形、同じトヨタ受け手の内容なので、ちょっとこれが状況が、ね、広まらなきゃいいなと思いますけども、電装のポンプで不具合ですねということです。で、金曜日です。日本カーオブザイヤー実行委員会が、この日ですね、今年のベストカー、10ベストカーを発表しましたということで、いやいやこの時期がついに来ましたねということで、こちらねエンディングでちょっと触れたいと思います。あとホンダ、10月の中国新車販売台数を発表しております。前年同月比で 22.9% 増でございますということで、ホンダはねアメリカだけじゃなくて中国でもハイブリッド、ハイブリッド調子よくてね、非常にね、なんか販売台数が増えてますと。で、全面改良しましたアコードですね、まあ、PHEV の需要も高いですということで、非常にこうトヨタとしてはこのトンプホンダとかの組んでやってるのが結構いいのかな、なんかその結構頑張ってますね。一時なんかガイアの夜明けとかでもねホンダ特集されててね、その中国で EV っていうことでかなりすごい勢いでベテランのすごい老舗の方が出てきてさ、すごい味付け、車の味付けしてましたけども、そういうことで中国はね、ホンダ中国すごく頑張っております。で、土曜日が特になくて、日曜日今日でございます。今日、レースいっぱいあります。スーパー GT 最終戦ラウンド8モテギがございます。これで、スーパー GT 今シーズン最後です。NXX のファイナルイヤー、さあどうなるのかってことで、ここはね、まあ、ARTA でちょっと注目したいなというふうに思います。まあもう結果出てんだけどね。次、ウェックの最終戦、こちらも最終戦ですね。ワールドエンデュランスコンペティション、ラウンド7ですね。バーレーン8時間レースが、こちらもあります。GR010、こちらね、期待したいと思います。で、F1 シリーズ第21戦ブラジルグランプリ決勝がございますというね、こんな感じの1週間でございました。ニュースがね、盛りだくさんすぎたので、まだ喋りたいことあったんだけど、この辺で終わりたいと思います。以上、この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう。車大好き僕のラジオ。はい、それではエンディングになります。ニュースの本編の方でもお伝えしましたけれども、日本カーオブザイヤーのね10ベストカーが発表されましたということで、ちょっとねノミネート車両を見ていきましょうということで、スバルのクロストレック、トヨタアルファードベルファイア、トヨタプリウス、日産セレナ、ホンダ ZR-V、 あとは三菱デリカミニ、アバルト 500E、BMW X1、マセラティグレカーレ、フォルクスワーゲン ID4 というね、こちらの10台になります。これがね10ベストカーなので、この中から、日本ベスト、日本カーオブザイヤーが選ばれますということで、まあ、こちら発表が12月7日の木曜日なのでね、このラジオ番組としましては恒例ね、テンペストカーから、日本カーオブザイヤー当てましょうということで、12月3日がね、発表前の最後の日曜日なので、3日までには私ね、予想を出したいなと思っております。ただね、今年はね、ちょっと要注意、部門賞が減ってる、あるのがデザインカーオブザイヤーとテクノロジーカーオブザイヤーだけなので、去年まであったパフォーマンスカーオブザイヤーとか、軽カーオブザイヤーはございませんということで、こちらはね、まあ、結構部門賞減りましたね。まあ、軽カーオブザイヤーは、まあ、去年やっちまったもんね、だってね、軽カーオブザイヤーでね、日産サグラとさ、EK ワゴンで EK クロスイブだっけ、あれが選ばれちゃってさ、で、しかも日本カーオブザイヤーも同じだったということで、まあ、ああなるともう、軽カーオブザイヤーっていうのもいらないよねって、昔まではなんとなく、軽カーが日本カーオブザイヤーになるわけがないっていうその歴史というかね、もう設立した時からそういうふうな流れだったんだけども、まあ、去年覆っちまったと。軽自動車でも日本カーオブザイヤーになっちまったとっていうことで、あ、じゃあもう軽カーって分けなくてもいいよね。みんな同じ一色たのフィールドでやった方がいいよねってことで、まあ、これは良かったと思うわ。まあね、潔くていいんじゃないでしょうか。ということで、今年部門賞が少ないです。なので、マックスでも、日本カーオブザイヤー、インポート、あとはデザイン、テクノロジー、あとは特別賞がね、2、3賞、ね、2、3車入るのでってところで、まあこちらの予想なのでね、楽しみに、本当年末のね、本当に、
イベントだね。これが終わるとなんか、ああもう年越しかって感じするんだけども、いよいよ今年もねここまで来ましたので、日本カーボドや皆様でね楽しんでまいりたいと思っております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズスワフスでした。